すごいあれだよね、最近乾燥してるよね。ここの周りすごい、もう今ってことでよろしくお願いします。あ、ありがとう、キラキラと雪と、なんだっけ、ラブレターだっけ、あともありがとう。そう、あの本当に乾燥ひどいから、まあ皮膚科行けって感じなんですけど、そう、なんかいい化粧水とか乳液とかしてたら、あのインスタの DM でもいいんで教えてください。本当にやばいですそう、今映ってないけどちょっと近づいたら分かっちゃうからあれだけど、そうめっちゃ困ってる、それが一番今困ってる。なんかそうなんですよ。音符もありがとう、どうも。巻き髪ええやろ、かわいいやろ。なんだ、雪だるまだ、ありがとう。そうですね、そうで、最近のことで言うと、TikTok を再開しましたやったね。はい、再開しました TikTok こそっと再開して、なんか寂しいから宣伝しちゃったなんだこれ、あ、ラブレターと雪ありがとう、ハートもキラキラもありがとう。前のやつ消した、メイド姿、ああはい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 メイドなんて載せてなくないって思ったけど、普通に載せたね、最初のやつね。消した、なんか気に食わなかったから。なので見れた人はラッキーです。だから今1本目として上がってるやつも消そうか迷ってるから、あ、でも X とかには転載しないでね、あれ違う、なんていうの、録画して転載しないでねってこと。気分で消したい時もあるから、 TikTok はなんだろうな、楽しんでねやりましょうね。まあラッキーな時はラッキーで頑張ってください。うん、ゆきありがとう、どうも。ということでね、最近って感じのことで話すと、舞台が明日から、なんて言うんですか、小屋入りって言うんですか、合ってる、わかんない、その業界用語が全然わかんないからあれだけど、が始まります。明日ゲネプロじゃないよ、あのバー当たりって言うんですか、立ち位置見たりね、実際のところで衣装着てやってみようっていうやつです。そう、明後日かな、ゲネプロは。そう、すごいね、褒められてて嬉しいです前日なんや、わかんない、本当に初めてだから、舞台っていうの、舞台中の舞台みたいなの初めてだから、ちょっと右も左も分からず、前日なのが普通なのか、変っていうのは変ですけど、違うのかがわからない。私褒められて伸びるのでね、前日なんじゃないの、近々というかね、まあコンサートもそんな感じじゃないですか、当日やる曲もあるし、そう考えたら普通なんちゃうか。
感じですね。言うべきことは言ったはず。今日の言うべきこと合ってるよね。なんかあるかな、他告知すべきこと。いつも可愛いけど今日より一層可愛いみやびちゃん美容院に行ったからよ。そうよ、あとなんかみんな結構痩せたとか言ってくれるじゃないですか。なんかそれアネミウムにも言われて痩せたねみたいな、1ミリぐらいだけどっていう余計な言葉付きで言われたんですけど、なんか朝ちゃんと起きてるからじゃないって言われて、確かにって感じ。もう前はなんだろう、お昼に起きるの当たり前って感じだったけど、今はもう普通に7時起きとか6時起きだから、なんか起きちゃう普通に。なんか前は起きても寝てたけど寝れないの。なんかインスタ見た？漏れまくってた？ありがとう。あ、喉全然大丈夫、もう一日で治った。もう全開全開。あ、ラブレターありがとう。そう、健康的、うん、丁寧な生活って感じ。そう、でも口内炎できてるわ。喋りづらいもん、ちょっと舌先にできてる。そう、みやび綺麗になったねありがとうございます。うん、インスタでもちゃんとご飯食べてたやんって。あ、そう、あれアネビームにおごってもらったの。いや、最近夜眠くなるのが早い。あ、私が、ああ高雪がってことですか。冬だからちゃうかね、暗くなるからね、気をつけてね夜道。あと、ありがとう姉、ね、いい人。いや、めっちゃ喧嘩したからよくないから、姉ビームのことそうやってあげないで、怒るよ。姉ビームおごってくれたのは、あの大声ダイヤモンドの方じゃないです、あのプリカスの方ね。でもプリオと全然会えてない、本当にショック。でも私スマホケースがプリオだから、それでなんか養分を取ってる。でもそう、アネビームと私住んでるじゃないですか。だからなんだ、通販とか頼むと分かっちゃうじゃん、プリカソ姉さんとなんですけど。頼んだら分かっちゃうから、やっぱりいない時間に頼んで隠してたらまあバレないのかもしれないけど、全部が全部そううまくいくわけにはいかないから、まあバレるじゃないですか。私バレたんですよ、あの買ったのが。ね、それ何買ったのって言われて、でも違くて、別のアネビームの、別のアネビームって言い方や、大声ダイヤモンドのアネビームの家から持ってきたんだよって言ったのね。そしたらなんか私の住んでる住所書いてあったからバレちゃってOh no って感じ、本当隠すようなもの。いや、何買ったかっていうと、例えばプロテイン買ったの、ね、またプロテイン買ったって言われるの嫌だから隠したんですけど、 Oh oh って感じ困るね。プロテインと、なんだあれ、あの EAA みたいなやつ買った。普通にバレたんごーって感じ困っちゃうね。そう、いちいち言われるのしんどいねそれ私は言わなかったのに言ったんだBCA、 あ、そうそう、なんかアミノ
アミノチャージみたいな書いてある。宅配ボックスね、ちょっとめんどくさいなそれは。なんかだってトコトコそれ持ち歩いてる時にうっとあったら終わりじゃない。何持ってるんってなるじゃん終わり終わり。そう、あ、そう、それでね、今の舞台の舞台の話戻るんですけど、なんか最終稽古もう終わってて、一昨日ぐらいに終わったんですよ。で、なんか終わった人で仕事ない人、この後で、稽古場でちょっとパーティー、プチパーティーみたいなのをしようぜみたいになって、私その時何もなかったからいたんですよ。何食べたと思う？でもちょっと気にしてね、ご飯食べる前に私、変なやつじゃないですよ、今から言うの。なんか糖の吸収を抑えるサプリみたいなの飲んでる。でもそれ本当に効いてる気がする、本当。あ、マックちゃうな、ちゃうね。ハートありがとう。唐揚げ違うな、なんか宅配で頼むようなやつだよ。なんでそんなケンタッキーみんな食べさせたいの私に言うてめちゃくちゃケンタッキー好きってわけじゃないよ。ポテトを食べてない。あ、正解出ました、ピッツァですよ、ピッツァ。初見です、ありがとう。仲うねこれ、そう、撮影会でそう話したんですけど、ある方っていうか、まあコメント今ねしてくれた高雪と、福岡って仲うあるよね。ちょっと待って、ピザの話後でするからそれだけ答えてほしい。福岡仲うあるよね。だって私今だから言えるけど、 HKT の時 Uber で頼んだことあるよ、仲う。あるよ、ほらほら、すいません、ありました。なのでピザの話に戻りますね。 Uber した時もあったねという話でした。はい、時効です。でピザの話にします。2枚も食べちゃった。2枚ってあれよ、切ってある2枚だからね。ね、ホールじゃないからホール2枚ちゃうで。ね、L2 じゃない、ブロックしますよ。L2 ってなんや、わんぱくで草じゃないでしょ。もうビビっちゃうよ、周りの人びっくりしちゃうよ。ってなっちゃう、みやびちゃんどうしたのってなっちゃう。ねえ、だって困っちゃうよ。何サイズなんだろう、あれ M ではないか。だって結構 いたもん、人数。でもなんか L サイズの2カット大きいみたいなもん、恥ずかしいから M サイズって言っとこう。長野みやび覚醒ってそういうことか。失礼すぎるでしょ。食べ盛りですよ。でもさすがに L ですね。でもまあ心は、心は M って、それ心小さいってことやないかい。ニューヨーカーサイズちゃうわ。誰がニューヨーカーサイズ2枚食べるねん。食べ過ぎじゃそれは、さすがに怖い。もうびっくりとか通り越しちゃう。くまちゃんありがとう、ゆきもありがとう。まあ時間はちょっと今日は、まあ明日早いんですけど、まあ気分で決めようかな。まあ半ぐらい。栄養
豊富？あ、確かに言われたらマヨネーズとかだってまあトッピングしなければね、野菜だもんね。何時起き？明日7時とか。でも7時に起きて速攻メイクって感じだから、実質ちょっと6時半とかだよね、目覚めるのはね。私の中では早いから。それユキッドファイトありがとう、頑張ります。いや美味しかったね。え、何年ぶりって感じですよ、ピザ。騒がしいですね、ごめんね。1年ぶりくらい。でも1年半とかわかんないな。で、あの充電がねしてなくて、してたんですけど。何ピザですか？何ピザだろう、わかんない。マルゲリータとかそういう有名なのではない気がする。ちょっと待ってね。 37% いけるね。あ、ラブレターありがとう。いや充電、いや断線してない、してない。あれだよ、3本足みたいなやつだから充電が遅いんですよ、きっと。 50% まであったんだけど、まあそんな時もあるよね。え、でもそれでピザとお寿司頼む予定だったんですよ。私が頼んだんじゃなくて共演者の人が頼んでくれて、なんかみやびちゃん何好きって言われたんですね、食べ物。え、でお寿司が好きですって言って、でお寿司頼むことになって、ピザとお寿司。え、で、あ、お寿司来るぞって思って、私ちょっとピザ1枚で押さえといたんですよ。え、ね、この後、え、みやびちゃんお寿司来るってって言われて、え、押さえてて、あきらきらとラブレターありがとう。うん、え、ね、もうワクワクって感じだったら、え、責めてるわけじゃないからね、今から言うの批判じゃないんで。え、お寿司頼めてないみたいになって、ってなっちゃって、そう、なんかウーバーで頼んだんですよ、その時。そしたらなんか注文履歴に入ってないみたいになって、え、でも注文履歴に入ってないってことは頼めてないじゃないですか。え、でなんか、なんだろう、そもそも履歴にないんだったら、頼む前ってなんか完了ボタンみたいなのを押さないと、もう2回ぐらい押さないとあれってできないんですよ、確か。ウーバーでは、なんで詳しいんじゃってなるんですけど一時期ねちょっとウーバーハマってたから、それでカツカツね。まあそれは置いといて、いや違うところにも届いてなくて、ほんとみやび怒ってるよとか言われちゃって、周りの人たちに共演者さんにみやびさんおこだよって言ってて、すごいなんか林立てられてあって、そう、下が回んないかーってなった。怒りでかーじゃなくて、恥ずかしさでかーね。そう、ちょっとみやびさん怒っちゃったね、あれはね。お寿司結局来なくてね。え、でもお寿司来なかったから、なんか私の分のお弁当明日とか出るんですけど、お弁当1個だけなくして全員分からで、お寿司買ってくるからって言われてえ、本当に買ってきてくれるらしいです。やったら、え、コーンマヨどうだろう、わかんないな。いや、恐れられてないよ。
ニコニコしてたからその時も大丈夫です、はい、まさに演技してたよ大丈夫ですよ大丈夫こんな感じでしたね。もう朝ドラの女優さんたちも顔負けする演技力だったその時。女優魂ですね。なんちゃって。うん、ねえ、なんか私もしかもなんかそんなにピザめちゃくちゃ食べたら怖いかなと思って。でも遠慮するべきとこではないと思うんですけど、そういうところって打ち上げとかのところって。だからあのお寿司来なかったから2枚食べた。あとポテチとじゃがりこも置いてあって、あ、みやびちゃん今日髪切ったよ、前髪ね。それも食べたかった、実は言うと実を言うとちょっとそれはさすがにね、なんか心がね、わかるでしょ。ピザにポテチはあかんって思ってピザにポテトはわかる、わかるよ。でもあかんポテチはあかん気がするなんかわかんないピザにポテトフライ、フライドポテトだったらわかる。コーラもわかるけど、実際コーラもあったから飲もうと思ったけど、の耐えたっていうか、ピザポテト今転売されてないよね、ピザポテト。前すごいされましたよね、あ、ちょっと面白かったね。なんか工事の音めっちゃ入ってる、ごめんね。全部じゃがいも、まあじゃがいもって美味しいもん。あと芋類って美味しい、最近思うわ。でも私そう、あのさ、アネミーム夜間工事ご苦労様ですなそうですね、アネミームとの、ま、共同生活始まってるじゃないですか。でも冷蔵庫もなんもないから、ほんと困ってる、どうしようって感じですよ。ほんとなんか今芸人さんの名前言ったみたいになっちゃった、ですよってなんてねってね、ちょっとあんまり人と喋ってないから、いや余計なことも言っちゃう、スルーして、言わないと何か失神できちゃう病気だから。そう、冷蔵庫もないしコンロもないし、いやあるけどないみたいなもんだけど、電子レンジもないしオーブンとかもないし、かな、何がないんだろう、なんかなさすぎてないのものがわからない。だから冷蔵庫ないから今寒いじゃないですか冬でだから冷蔵庫代わりにしてるの部屋を。温めるものとかないから、だって食べれない、温かいもの外食しかない、外食。ケトルはかろうじてあるよ。わかんない、どうやって生きてるのかわかんないだからそう、部屋を
冷蔵庫代わりにして、今もだって暖房つけてないもん。暖房つけたら腐っちゃうから。そうそうなんですよ。そうガスまだ引けてない。え、わかんないけど、ないから、あのコンロ引けてても意味ない。あ、ガス あるんじゃない。だってお風呂入れるよ。そう、あったかいのってあのお風呂ぐらいだからお風呂が染みる体にえ、でも意外にね、人間って慣れってもんがあって、あの慣れる慣れる、全然慣れてきた。適用ですわって感じだから、サバイバルとかなったら私強いかもって思うわ。だから風邪ひいたんだと思う。みやびちゃんの心は温かいかい温かいよ。エアコンついてるよ。ついてるけど、だからつけたら腐っちゃうじゃん、物が。水も常温になっ、常温、まあ常温からちょっと温かいのになっちゃうから。そう、え、でもまあ風邪ひ一回ひいて、まあ、軽いのだけど、それでなんか私の体が適応したんだと思う。なんか今全然もうピンピンしてる何も、もう何もない。逆に元気。逆に暖房とかついてると、え、もうちょっと体調悪くなっちゃうもん。気持ち悪くなっちゃう。ウォーターサーバー合うわけないでしょ。なんで冷蔵庫なくてウォーターサーバーがあるん？あ、そう、 IH コンロ、そう、それだけあるの。だからそれとケトルはあるよ。今見つめてた、あのケトルたちを。でも逆にモーターサーバーあっても困んないあったかいお湯出るからってことですかいや、ベランダは虫が出るから行きたくない。もしものことを考えてね、ベランダには行かないです。いや、何個もケトルはないよ鍋食べたい言わないでな、鍋屋ってあるのかな。あるか、そりゃある、もつ鍋あるもんね。食べたいな。ドライヤーで暖を取る。でもドライヤー苦手なんですよね。文句が多いね。え、 IH で鍋って作れるっけ。え、でもちょっと怖くない？だからベッドとかもない。ベッドもないから、ちゃんとした布団っていう布団もなくて、ヨガマット引いて、掛け布団引いて、電気毛布引いて寝てる。え、ミニマリストではないよ。それ言ったら多分ミニマリストの人怒っちゃう。水炊きいいね。チャーハン、あー、いいね。まあでもミニマリストなのかな。まあミニマリストってことでね。寝袋、え、本当に感謝感謝冗談抜きだから、今の生活は冗談抜きだからね。なんかあれもないよ、洗濯機とかコインランドリー。それか、そうはね、ビームの家行って洗わせてもらうか。そう、え、寝袋もないってば逆に感謝よ。
欲しいものリスト、だからもう欲しいものリスト書いたら今すごい高額だと思う。もう電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、まあ、できれば乾燥機、コンロでオーブンですごい。洋服、コスメとかじゃなくて、そうだもん。買えない今コスメとか。ああプレゼントボックスに冷蔵庫入らんか。ミニサイズでもええんやで。ご案内しますよって。いいですか、じゃあ、失礼してね。一人暮らしセットめちゃくちゃありがたいですね。寝袋届いたらスタッフさん苦笑。まあまあまあ、私の今の生活を知らないからね。あ、でもお風呂には毎日入ってるからね、みんな。え、なんかそこは勘違いしないでよね。家ごとプレゼント、マンションですか。待ってます、いつでもいいですよ、それは。全然待ってますんで。あ、ご予算に合わせて1万円ぐらいお願いします。新品を1万円で。プリオいたら、プリオが風邪ひいちゃう。ダメダメ、それはダメダメ。ごめんなさいね、何回も言うけど、すごい BGM みたいな感じになっちゃってるよね。なんかいい感じの音楽奏でてるみたいになってる、工事の音が。え、でも何で食材を腐ってないか判断してるかっていうと、あと香りなんですよ。香りと、まあ、見た目もそうだけど、でも分かんないものってあるじゃない、なんか野菜ジュースとかそういうの、なんかパックに包まれてるとか分かんないから、とりあえずちょっと本当に一口未満な感じの、ペロッみたいな感じの飲んでみて、豆乳で判断するんですよ。豆乳って本当にちょっと腐ったらすごいピリッてするから、それでね、朝豆乳を飲んで、あ、腐ってないって思って飲んでる。なんか豆乳ってお腹にたまるからいいで。食材も買えないから今痩せる。買い食い買い食いはできるか。でも買いだめができないから、お菓子とかもまあ物によっては腐るじゃないですか。そう、だから痩せたい人はそうした方がいいです。冷蔵庫を捨ててください。え、でもさっきミスド買ってもらって、アネビームにコダックのやつ買ってもらったの。え、どうしよう、え、大丈夫かな、明日の朝食べたいんだけど大丈夫。どうだろう、コダックのドーナツとポンデリングのいちご味のやつ買った。いける、小麦はいけるよね。小麦はいけるよねとか。いけるか。今ね、一回も暖房つけてない。本当に一昨日ぐらいから暖房一回もつけてない。神に誓って言える。あ、これ鼻吸ってんの寒いからじゃなくて、普通に鼻炎。夜寒いだろうに。まあまあまあ大丈夫大丈夫。コダッククリーム入ってる、なんかカスタードみたいなの入ってた気がする。そう、
ドーナツ食べたくなってきた？食べな。ポンデリングのあのピンクの買ったよ。風邪ひくとね、お金かかるよね。え、だってなんか病院に言われたもん、コロナの抗原検査してからじゃないと診察ができないって言われて、それした自分で。え、で同時になんかインフルエンザの検査キットみたいなのが売ってて、それも自分でやったんですよ。本当に怖かった。鼻のやつえ、でも結局病院でも検査したから自分で検査したのってちょっと信じられないじゃないですか、今って危ないから。本当痛かった。あれ、5秒か10秒ぐらい待つんですよ、あの鼻にプスってやってから。そう、自分でできるの。薬局はあるとこはあるよ。工事音がビッグごめんってごめん、ね、ごめん、本当に防音がね、できなくてねすみませんやんです。そう、まあ、BGM だと思ってください。45分ぐらいにしようかな、一応終わり。そう、星ありがとう。こんな時間に工事わかんない、してるんじゃないの？じゃなきゃ、何よ、私の部屋の外で誰かが工事音をずっと鳴らしてるってことですか？え、めちゃくちゃ怖いじゃんそれね。え、なんか、ま、祭りの音みたいなの聞こえない？なんかピンヒョロロみたいな、なんとか林っていうんですか、聞こえない？何？お祭り？金属音だろうけど。あ、祭り林、それや。ほな祭りちゃうか、祭りか。え、ちょっと特定されちゃうなんちゃって異世界？あ、これ飛ばされた私。なるほどね。今日のワンピどこの？あのね、これアネビームにも聞かれたけどね、わかんないんだよね。ちょっとなんかアマゾンのガムテープがついてた服にいい騒音とかはある？悪い騒音ってあるの逆に？まああるかあのメルカリで買ったからわかんない。これワンピどこだろう、わかったら載せるね、インスタに。似合ってる？珍しいよね。え、でも工事の話だっけこれ今してたの。アマゾンつけて外出してたんでね、違うよさすがにさすがに違うつけて出ないわ。似合ってる？やった。あ、工事終わった？アマゾンの宣伝。え、でもさ、アマゾンブラックフライデーやってたじゃないですか。え、あんまり安くなかったよねよくないよくない、あの批判じゃないんで。ね、え、買ったみんな、なんか物による。でも私が欲しいもの一個もよくないですねあの言葉を途切れさせてよかったわ。
あ、みんなが買ってくれるの？欲しいものリスト載せたら？ありがとね。セールの前にこっそり値上げしてたりする？そうなの？アマゾン批判じゃないので。配達日が遅い。あ、それはある、わかる。あの三脚だって頼んでもらったら遅かったもん。だからあの、そう、 TikTok 新しいの撮りたいんですけど三脚がないので、あの待っててください。あの舞台終わるまではちょっと新しい TikTok 上げられても、また画像のやつか既存の動画とかのやつになるかって感じになります。ごめんなさい。なのでなんだっけ、美少女パイレーツだっけ、上げたいんですけど、あの取れないです。あの手で持つと震えちゃうし踊れないから、もう待っててください。あと4日ぐらいね、お待ちください。配達遅れて勝手にキャンセルされた、それは文句言っていいんじゃないの？気長に待ちます。ありがとう。楽天セール中なの？楽天使わないな。だってね、楽天、21%いけるね。話ぶった切って申し訳ないけど、みやびちゃんのツイートいつも取得漏れするから気づかん。あら、通知オンにしてよ。楽天トラベルか。うん、ゆきありがとう。楽天カードか。ないな、楽天カードは持ってないから。通知オンにしてない。今すぐみんなして。なんか撮影会が少ないから。あ、45分、じゃあこれだけ話して終わりますね。なんかみんなに会える時間が少なくなったじゃないですか、今月とかって。まあ舞台で来てくれたら会えるけど、だから寂しいので通知オンにして毎回コメントください、反応ください。お願いします。なんか反応もしめちゃくちゃくれたら TikTok もすごい上げちゃうかも、頑張って。もしかしたら早めにパイレーツですか、載せちゃうかもしれない。よろしくお願いします。ということで壇上読みます。反応しない、よし。はい、13位はポテサラさん、12位ゴリーラさん、11位のんちゃん、10位ライカちゃん、9位ヒデさん、8位ちゅうまさん、7位ゴーエさん、6位カズヒロ、5位ともちゃん、4位しろくまさん、3位チェジンヨンさん、2位タカちゃん、カモナーシさん、1位はドゥン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 、タカユキでした。おめでとうございます。ありがとうございました。長々とねお付き合いくださりありがとうございました。あ、通知オンですか、ありがとう。みんな、あ、 X に画像載せてあるのでみんな見てね、よろしくお願いします。 TikTok もコメントしてね。じゃあね、おやすみ。